ブレンダン・フォスターブレンダン・フォスターはイギリスの陸上競技選手。1976年モントリオールオリンピックの銅メダリストである。フォスターは1970年コモンウェルスゲームズ出場が最初の国際大会となり、この大会の1500メートルでケニアのキプチョゲ系のニュージーランドのディック・クワックスに次いで3位となる。 翌1971年のヨーロッパ選手権の1500メートルでも3位となり、さらに初のオリンピックとなった1972年ミュンヘンオリンピックでは1500メートルで5位入賞を果たした。これ以後、ホスターは1500メートルよりも長い距離に挑戦するようになる。ホスターは1972年には2マイルで8分13秒68の世界新記録を達成。 1974年には3000メートルでも7分35秒2の世界新記録を樹立した。1974年9月に行われたヨーロッパ選手権では5000メートルに出場し、大会記録を約15秒更新し、2位に約7秒差をつけ圧勝。金メダルに輝いた。1975年には1万メートルに挑戦。 いきなり27分45秒43の世界歴代7位のタイムを叩き出す。ホスターは1976年モントリオールオリンピックにおいて5000メートルと1万メートルの西種目に出場。1万メートルではフィンランドのラッセビレン、ポルトガルのカルロス・ロペスに次いで銅メダルを獲得。この大会の陸上競技でイギリス選手が獲得した唯一のメダルとなった。 5000メートルのレースは激戦となり、金メダルのビレンから約1秒半遅れであったが、5位に終わった。ホスターは同年大英帝国勲章を受賞した。ホスターは1978年8月にカナダのエドモントンで開催されたコモンウェルスゲームズに出場し、1万メートルで優勝。5000メートルでもケニアのヘンリー・イロのマイケル・ムスヨキに次ぐ3位となる。 さらにその3週間後に開催されたヨーロッパ選手権に出場したが1万メートルで優勝したフィンランドのマルティバイニオから1秒7遅れの4位に迫るも惜しくもメダルを逃した。ホスターは1980年モスクワオリンピックが最後のメジャーな大会への出場となったが1万メートルで11位という結果に終わった。ホスターは現役引退後 アメリカのスポーツ用品会社のナイキに勤め、ヨーロッパナイキのトップまで上り詰める。その後、自らスポーツ用品とイベント企画会社を、おこし現在でもその会長の職にある。さらに、陸上競技とのつながりは現在でも持っており、テレビの解説者として、また、ハーフマラソンの大会、グレート・ノースランの創設者としても知られている。ホスターは、2005年から、 リーズメトロポリタン大学の総長に就任している。ありがとうございます。